どうも、マサイです。お願いします。さあ、今回はね、2024年クラブ選手権 U15 関西大会。そうです。今回は関西。今までね、関東を結構やってましたが、今回は関西ということで、関西の代表ね、7チームが決定いたしました。そのね、関西の代表7チーム、そして大会の結果など見ていきたいなと思います。関西もね、関東に負けじと。 ひょ J アカデミー、そしてね、チクラブがたくさんありますので、えー、どういうチームが代表になったのか見ていきましょう。まず、夏の全国大会のね、切符を勝ち取った7チームを見ていきましょう。こうなりました。どうぞ。さあ、こういう面々が関西代表となりました。7チーム中町クラブが3つとなっております。そして J アカデミーが4つという形になりました。ちなみにね、2017年のこのクラ蔵ン U15 関西代表と メンツが結構似てるなという感じですアイリスとねセレッソ大阪 U15 以外は一緒の面々となっておりますさあそれではねまずこの7チームの現在の所属リーグそしてねリーグ順位見ていきましょうこうなっておりますどうぞ全て関西リーグ一部所属となりました非常にね前評判が高いチームが結局勝ったなというところです一部所属で出場できなかったチームは3位のガンバ大阪ユースカドマ5位の京都さんが U15 8位のリップエースそして9位のねヴィッセル神戸伊丹11位の柏田 SC となっておりますそれ以外はね出場しておりますさあそれでは出場チームの物々もの,ものを見ていきましょう第1代表を勝ち取ったのはジュネス決勝ではねヴィッセル神戸に PK 戦で競り勝ちました近年で言えばね2021年にね全国出場しておりますその時はグループリーグをね突破し決勝トーナメント1回戦で浦和に敗退しております そして2017年にも全国出場しております。その時も同じく決勝トーナメントで1回戦で敗退しております。そしてビッセル神戸、現在ね、リーグ戦一部6位。去年の2023年、クラセン U15 全国大会ではベスト8まで行っております。そして2022年には全国3位というね、近年結果を出しております。今年も全国へ。ウエスカ神戸、リーグ順位ね、一部4位となってます。関西のね、チクラブの中では一番高い、えー、現在ね、リーグ順位となってます。 そしてね、近年のクラセン U15 でも街クラブの中で結構全国大会出ております。関西代表として。2022、2023、そして今年という3年連続全国大会出場となってます。去年はグループリーグ敗退。2022年は決勝トーナメント1回戦まで行きましたが、同じ関西のビッセル神戸に敗退しております。2017年もね、全国出場し、決勝トーナメントまで行きましたが、1回戦敗退。 そして、そして2015年にも全国出場し、決勝トーナメントまで行っております。その時も1回戦で敗退しておりますが、全国出場近年かなり多いです、この街クラブ。さあ、今年はね、この決勝トーナメントを終えることができるのか。セレッソ大阪 U15。現在一部7位となっております。このチームね、関西ではね、この黒ロ戦 U15 で一番結果を出しているチームじゃないでしょうか。2022年には優勝しております。そして2019年準優勝。そして2018年も準優勝しております。 今年も期待です。さあ、ここからはね、一度敗れましたが、順位決定戦トーナメントで勝ち上がり、出場権を獲得したチームとなっております。まず、ガンバ大阪ジュニアユース。現在ね、一部1位という、好成績ですね。関西で一番現在強いという、勝ち点34でね、2位ね、6ポイント差つけております。11勝1分けいっぱいです。去年もね、クラユー勝5全国大会出場しておりまして、ベスト8まで進出しております。そして、2015年には3位。 さあ、6チーム目は、セレッソ大阪西となっております。セレッソ大阪勢は2チーム出場しております。全国大会。現在ね、一部リーグ2位となっております。好順につけております。そして、6月23日、最後の代表決定戦が行われました。アイリス住吉 VS 京都さんが U15 の戦い、こちらで勝てば、全国出場第7代表決定ということだったんですが、アイリスはね、一部12位となってます。京都はね、一部5位という成績で、しかもアイリスはね、 前日にガンバ大阪ジュニアユースに0対12というね、ものすごい数字で破れました。なので正直言うと京都が有利かな、京都が勝つのかなというのが大半の予想でしたが、どう一日で立て直したんでしょうか。試合結果はアイリスが2対0の京都を破りました。全国出場の切符を掴みました。最後の枠は掴んだはアイス住吉。さあ J1 所属の京都さんが U15 のアカデミーは、 全国大会出場ならずとなりました、今年。ということで、この7チームが関西代表となりました。J アカデミアね、もちろんのことながら、マチクロムもね、面白いチームが上がってきたなという感じですね。さあ、今回は以上となります。そして今回は関西ということで、地方予選始まって間もないところもありますから、そこら辺のね、いろんな地方の結果速報などもやっていきたいなと思いますので、その時はまたご視聴よろしくお願いします。そしてそしてチャンネル登録の方もお願いいたします。 それでは。